はい、どうもみなさん、こんにちは。一、え、人、ー、ひとりビブリオバトル、リタケア、傷の倫理学、第2回です。近内優太さん、2024年、障文者から出ている本です。えー、まあ、こちらの本が、まあ、すげえ面白いよという話を第1回しましてですね。まあ、第1回の後半で、その、えー、リタっていうことのね、その定義。 これが利他とは自分の大切にしているものよりも、その他者の大切にしているものの方を優先することであるという。だから、その黄金率ね、えっと、自分がしてもらいたいように他人にもそのようにしなさいっていうのは、自分がしてもらいたいことと他人がしてもらいたいことが大抵共通していた、ある種まあ古代社会というのか中世ぐらいまでの社会っていうのは、ね、自分がお腹空いてたら他人もお腹空いてるだろうとか、 自分が温かい声をかけられたかったら他人も温かい声をかけられたいだろうもちろんそれは近代社会でもそれはそうなんだが、えー、だけどそのこの多様化したね多様性の時代に実はその自分が大切にしているものと相手が大切にしているものが違うってことだって十分ありうるというよりもそういったことだらけになってきているわけじゃないですか。 相手が大切にしているものと自分が大切にしているものが違うときに自分がしてもらいたいように相手にしなさいというのが必ずしも愛ではなくなるし、利他でもなくなるし、むしろ押し付けになるみたいなことってあると思うのね。また、あ、例えばなんかいろいろありますけど、なんだろうな。そうね。例えばさ、自分がさ、すごく仏教に、えっと、救済を得た人がいたとするのね。じゃあ自分はもう本当に仏教に 救いを得た、浄土真宗、親鸞に救いを得たから、もうみんな親鸞に救いを得るだろうと思って、その辺のイスラム教徒とかを捕まえて、首根っこ掴んで、ほら、親鸞先生、これなんだよ、いいのはっていうのは、なんで、あ、リタとはあんまり言えないじゃない。<laughs> ね、むしろ押し付けだし、あの、そのイスラム教徒の方は、あら、ね、コ、えーランに救いを見出しているわけだから、 えー、だから、まあ、ことほど作用に、その近代社会においては、えー、黄金率というものをアップデートしなきゃいけなくて、それは自分の大切にしているものよりも、その他者の大切にしているものを優先することであると、暫定的に、えー、近内祐太さんはここで定義した。その続きを見ていきましょう。えー、60から62ページ。<laughs> さて、リターを考える際に、 大切にしているものというキーワードが中心的な役割を果たすことを紹介しました。ここで重要な議論をこの章の最後に述べます。大切にしているものは見えないが、大切なものが大切にされなかったことは目に見える。ね、これも、えー、本書の重要なテーマなんですけど、なぜなら、大切なものが大切にされなかったとき、人は傷つくからです。 だから大切なものって普段目に見えないんですよ。だけど大切にされなかった時にああこれを大切にしていたんだって初めてわかるですよ。なぜなら大切なものが大切にされない時に人は傷つくからなんですよね。えー、続き読んでいきますね。中略してそしてその傷がかつてそこには大切なものがあったことを物語る。悲しいという語は古語では悲しいよりも愛しい。 も意味しました。だから、古語、なんだろ、う、万葉集とかなんか、ね、そういう、日本の古典だとさ、なんか、意図悲しいみたいなのが、えっ、ー、と、好きで好きでたまらないみたいに本、ね、現代文で翻訳されることってあるじゃないですか。あれと同じで。だから、台湾と,とかもそうなんだよね。台湾でなんか、い、えっ、ー、と、愛おしいことを痛い,いと表現するみたいなのがあったんだよな、ね、確か。だか割とこの、悲しいと愛しい、ね、愛と痛みって、 その、言語的にもルーツが同じだったりするわけ。えー、日本語とか台湾のね、言葉ではね。で、えー、続き、なぜ悲しいと愛しいがつながるのか。それは僕らは大切なものの喪失しか悲しむことができないからだと思います。自分にとってどうでもいいものに対して僕らは悲しむことができません。だとすれば、大切という概念は愛につながっている。 神明会、えー、語源辞典で大切を引くとこうあります、えー。語源辞典っていうのがあるんですね。で、大切っていう欄を引くとこうあると。中世末のキリシタン資料では愛、これアモールですね。これはラテン語のアモールにあたる訳語にこの大切を当てている。まあこれはその日本キリスト教師とかのね、でよく習うことなんですけど、その最初にね、えー、っと <laughs>、 えー、フランシスコ修道会だとかさ、えー、ね、ザビエルとか、まあ、ああいった方々が、えっ、ー、と、日本に来るわけじゃないですか。ドミニコとかね。で、そういう人たちが、そのラテン語の聖書を日本語に訳すっていうのが最初のミッションなわけなんだけど、その日本ではどうやらなんか、んー、英語で言うラブ。 えー、そして、ラテン語で言うアモールに当たる言葉が、なんかん、しっくり来ないぞ、みたいになって。で、どうしようっ、つって。で、そもそも神ってのもあんまりないな、なんつって。ね、仏はいるし、とかつって。で、なんか最初に訳したの神の愛っていうのを、デウスのお大切って訳したっていうね、僕これ名訳だと思うんですけど、あの、名訳っていうのは迷ってるじゃなくて、えー、名、名言の名っていうかね、素晴らしい訳だと思うんですよ。 で、その、ガッドの概念を、まあ、デウス、えー、だから、ゼウスっていう、いわゆる、まあ、デウスはもう、デオ、ね。えー、っと、なんだろう、えー、っと、神という言葉の、えー、っと、ラテン語が、えー、っと、デウスなんで、デウスはもうそのままにして、で、ガッツ・ラブの、ラブを、あるいは、アモーレを、アモールを、えー、っと、 大切と訳したとあこれいい役だなと思いますよね。で、えー、と西洋由来のいわゆる「愛」という概念を当時の和語に載せようとした時「愛」という語は適切でなかっただからこそ当時の資料ではその語感として近いであろう「大切」と当てたのでしょう。さらに「可愛いを引くと「 愛らしい様子だ。大切に守ってやりたいと出てきます。さらに、新明解国語辞典第8番でも、大切を引いてみると、使いすぎたり粗末に扱ったりしないよう気をつける様子だとあります。裏を返せば、大切なものは使いすぎたり粗末に扱ってしまったら、壊れてしまったり、失われてしまうということです。壊れやすいものだから大切に、えー、壊れやすいものだから大切なものになるのではありません。 大切なものだから壊れやすいのです。これは僕らの認知の構造なのです。どういうことか。今目の前にあるものがあなたの大切なものだとします。その時、あなたの認知の中にもしこれが失われてしまったらどうしようという概念や不安があるはずです。つまり、想像の中でその対象は何度も壊れているのです。喪失を恐れるのはその喪失を想像するからです。隠して大切なものは壊れやすいとなるのですと。 だからこの壊れやすいものが大切で大切なものは壊れやすいっていうこれがその認知の必然なんだっていう論は本当面白くてそして私たちはその壊れた時に悲しいし傷つくわけじゃないですかでその傷によってしかそれを大切にしたという大切だったということがわからないというこれが人間の認知の順番なんだよみたいな話ででさこれ ってさ、なんかさ、その僕ね、個人的な感じ、ね、この今のやつのリフレーズじゃないですけど、の自分の個人的なね、その経験としっくりくるのは、あのー、僕さ、なんか、小さい頃からの習慣っていうか、があってね、でも、ういつ頃からなんか、小学校入ったぐらいからもうずっとですけど、 まあ大人になってからもそうだな、そうだな。なんかね、あのね、なんかね、その自分が、その大型トラックに引かれて、そのタイヤに巻き込まれて骨とかボロボロに折れて、頭蓋骨とかがパーン、脳症がブッシャー、みたいな映像を想像して、ブル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 って震える。 っていう習慣があるんですよもう,もう変態みたいな <laughs> 変態みたいな話として聞かないでほしいんですけどその感じってあってでなんか定期的にそれやるんですよねでなんだろうななんかそれはさ例えばじゃあえ別に大型トラックだけじゃなくてもなんか例えばじゃあ僕団地の8階に住んでた時とかもここから落ちたらもう本当に生涯歩けなくなるんだろうな もう、腰、腰とかが曲がっちゃいけない方向に曲がるんだろうなぁ、みたいな。ブル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 ー、みたいな <laughs> で。それを、な、分か分かる人はわかると思う、この感じ。わかんない人は全然わかんないかもしれん。僕結構やるんですよ、それ。で、でさ、それがさ、じゃ大人になってもって思ったのは、そういえばなんですけど、あの、僕、その、働いてた時にさ、あの、働いてたっていうか、その、 ね、豊橋市の市職員だった時にさ、あのー、食肉処理場で働いてたわけですよ。で、そこってさ、もうさ、すごいのよ。LINE って言ってね、あのー、牛だ、豚だ、の枝肉って言って、まあ、皮を剥いで内臓を取り出してっていうのが、どんどんね、一日何百頭と流れていくのを検査するっていう仕事してたんですけど、LINE ってめちゃくちゃ危ないの。 で、なんつうのもうヘッ、もう、あの、やろうと思ったら毎日腕とか切断できちゃうっていうか、うっかり、わざとうっかりすれば簡単に腕が切断できる場所がいっぱいあるわけ。その場内には。だからまあみんなヘルメットも被ってるし、えー、なんだけど、もちろん注意もするしね。でもなんかそん中、なんかその、例えばね、その、豚の枝肉を真っ二つに切る機械があるんですよ。で、電の子みたいなので。 で、これがここに間違って入ったらもう、すげえスプラッターになって脳症が <laughs> 飛び出て、もうすげえ事件になってなるんだろうなぁ。ブル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 っていうのをやっこれわかんないか、わかるか、わかんないかわかんないんですけどう、なんかやるんですよ、それ。で、うぅ、う,うっつって、うっ。 <laughs> ごめんやばい。<laughs> ふぅーっ,つってな,なるんですよ、なんか。で、なんかこう、肝、肝が冷えるっていうか。で、それって多分、なんか、自分の中で、あのー、自分の命が大事だっていうことの表現だったんだなーって、今、この文章を読んで思い出したんですよ。あ、つまり僕は、自分の命を大切に思ってたんだ、みたいな。 あと、北海道の、その、大学の時も、トラクターとか見て、で、トラクター巻き込まれ事故って本当多くてね、トカチとかだと、でかいアメリカ製のね、トラクターだ、農機具とかすごい使うから、割と農家の方で、そのししそ、死死欠損あの、手巻き込まれて手なくなっちゃった方とか、い、いるからね。うん、ぐらい危ないんですよ。 で俺もこれに巻き込まれたらとんでもない状態になるんだろうなみたいなのをなんか自分で想像してさでブルブルブルフフッっつってなんかあなやってたの。でそれって自分のことつまり大切だってことだ。でこれがちょっと面白いんですけどこれなんか長々と話したのには理由があって。 これが最近僕そういえばこれやってねえなって思ってじゃあ何代わりにやってることがあるんですよそれが娘がその大型トラックにひかれたらとんでもねえことになるっつってそれは風ではないですよもうそんうーわー怖い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 みたいなことをや,や想像してブルブルってなってでそれって で多分僕にとって大切なものが変わったんですよ自分の命よりも多分娘の方が大切になったから娘のそれをやってんですよ もう一回読むと、今目の前にあるあなたの大切なものだとしますと、その時あなたの認知の中にこれがもし失われてしまったらどうしようという概念や不安があるはずです。つまり想像の中でその対象は何度も壊れているのです。喪失を恐れるというのはその喪失を想像するからです。隠して大切なものは壊れやすいとなるわけですと。だからまあこれは僕の命とか娘の命のお話をしましたが、 わかんないけど、僕あんまりこう物にそういうのはあんまないですけど、でもなんかもうめちゃくちゃ大事なものがあるとしてね、ちょっと想像できないですけど、なんか僕、んまあなんだろうな、もう、できないな、物がなんか全然 <laughs> それがないから。だけど、そうね。でもさ、でもさ、じゃあ、じゃこれはどうあの、もうすごい、めちゃくちゃ欲しかった車を新車でやっ お金貯めて頭,に頭金貯めてローン組んでじゃあもう本当にずっともうこの BMW でもテスラでも何でもいいですけどレクサスでもいいわそれ新車納入しましたでその夜とかになんか今駐車場に止めてるこの新車のレクサスに隣の人がこすって どううしようとかって多分想像しませんか皆さんんんんんんかかかかかか皆さななななそそのの感感じじらからわ僕ははででるすよなんかめちゃくちゃ大事なものがあるとどうしてもそれが壊れたりとか傷ついたりすることを想像することをやめられないっていうのがなんか人間の認知なんだと思うのねだからなんかこのその大切なものっていうのは傷を通して初めて大切だったということがわかるというこれもだから訴求的っていうのかな 現在から過去にさかを登った時に過去に自由があったことがわかるっていうのを第一回で言いましたけど大切っていう概念もそういうものなんだっていう話なんですよ次63から65ページ、えー、大切なものは目に見えないそれは確かにそうですなぜなら大切なものとはその対象と主体との関係性のことだからです関係性それ自体は見えないしかし傷は見える 傷ついた時の振る舞いは行為の中に言葉の中に現れる。ではここで言う傷とは何か。傷をこう定義したいと思います。大切にしているものを大切にされなかった時に起こる心の動きおよびその記憶。そして大切にしているものを大切にできなかった時に起こる心の動きおよびその記憶。これが傷なんだよ。 ね。前者は、私の大切にしているものが、誰かによって、ないがしろにされたり、軽んじられたり、無視されたりした時に起こる傷です。つまり、多少ですね。だから、他人につよってつけられる傷ってことだよね。それに対し、後者は、私が大切にしているものを、私自身が大切にできなかった時に生じる傷であり、自傷ですと。 ね、だから傷には2種類あって他者が自分の大切にしているものを大切にしてくれなかったという多少と自分が自分がね自分が自分の大切にしているものを大切にできなかったという事象この2種類が傷なんだよと近内さんはここで言ってますどちらにしても共通の現象として大切なものとの関係性の断裂を含んでいますですが前者の多少と 後者の事象ではどちらの方がより根本的かというと、後者です。なぜなら、どのような多少も事象へと変換してしまう僕らの認知メカニズムが働くからです。例えば、サバイバーズギルトという現象があります。これは戦争や災害などにおいて、 仲間や身内は亡くなったのに自分は生き延びてしまったという状況において発生する罪悪感のことです。基本的に戦争も災害も外部から到来する傷のはずです。にもかかわらず、どうしてあの人は死んで私は生き延びてしまったのかどうして私は一歩先にそこを離れてしまったのかと思い悩んでしまうのです。つまり、 客観的に見ればそののの命運を分けたたが偶然の出来事であったとしても私があることをしたせいであるいは私があることをしなかったせいでと自称へとは変換する心の動きがあるのです戦争や災害といった非日常的な出来事だけではありません大切な人ともう会えなくなってしまった時僕らは自然とあの時もっと大切にしてあげればよかったあの時どうしてあなたの傷に 私は気づけなかったのだろうという形の傷を負うあるいは救えないのならばせめて同じくらい傷つけばよかったどうしてあなただけが傷ついて私は無傷なのかという他者の傷をめぐる傷を負う誰かに優しくしたいと思うのは私はあの時優しくできなかったという記憶があるからではないでしょうかこのような理論によってケア論 リタ論は傷をるる議論とつながっているのですだからまあこの本のタイトルがさ「リタケア傷の倫理学」というのはそういった理由なんですよね。でこの多少が事象に転化するっていうのはすごくまあこのねあのー、近内裕太さんの実例で十分だとは思うんですけどまあ典型的というかもうもろにそれが出るのは多分。 まああれでしょうね。その自殺だと思いますよね。うん。で、自死の場合は、本当に周りは苦しむわけで、で、その去年ね、僕、デイリーブレッドというですね、まあ僕の友人がね、代表しているんですけど、その彼に声かけていただいて、で、その鬱の時の話をしてくださいって言って、特別番組みたいなのね、あの、 ポッドキャストにもしてもらったし、えー、ウェブサイトの特設記事にもしてもらったんですけど、それと同時並行で、あのー、なんてうの、シリーズ、んーなんか、命の月間みたいなやつでもう一個の企画として立ち上がってたのが、その自死遺族のナインの会って言ったかなの えっと、そういうことをされてる方が、えっと、日本にいらっしゃって。で、その方の動画も僕見させてもらって。で、いて、あとは、その、自死遺族の方が、んと、書いたん、手記でよかったのかな。えー、が、えっと、英語の文章なんですけど、それが日本語に翻訳されてトラクトみたいな、PDF でも、今でも読めると思うんですけど、それも読ませてもらって、あ、本当そうだよな、みたいな。だから、 自死は本当に周りが苦しむってのは本当そうで。で、なんかね、自死ってのはね、なんかね、本当に特別で。で、だけど、じゃあ自死ってさ、なんつうの、だからダメなんだとか、罪深いんだとかっていうのは全然違ってて。あの、自死って、なんつうのかな、その、うーんー、えっと、ガンで死ぬ人、 もういれば自死で死ぬ人もいるだけの話なので、なんつうのかな、その人が戦いから逃げたというよりも戦い抜いたことの証拠であって、僕は自死した人ほど勇敢な人はいないと思ってるからね。だからそこまで戦ったわけだから、で、その、ね、 やっぱ、下園さんという方が、えー、書いた、えっ、ー、と、な、人はなぜ死に、死にたくなるのかっていう本にもあったけど、例えば、うつとか、まあ、自死するというのは大抵うつ状態とか、その精神が通常の状態ではないわけで、じゃあそういう方々がなんで自死するかというと、その、高層ビル火災みたいなもんで、もう本当にこう、ね、 後ろから火と一酸化炭素が迫ってきて、で、今20階に自分います。え、下にはまだ消防署、消防車は到着してません。うん。ああ、どうするどうする。もうこのままじゃ熱い。飛ぼう。え死ぬじゃないですか、パン。でもこれって、なんていうの、その、逃げてんですか僕は違うと思いますよ。戦ったんだと思うんですよ。生きようと思ったんですよ。 それが僕は自死の正体だと思うんで、なんていうの自、自死した人は勇敢な人であって、胸張っていいと思うし、本人も家族も、この人は最後まで戦った。その結果が自死だった。それは最後まで戦った。その結果ががんによる多臓器不全だった。全く同じことだと僕は思うんでね。 だからなんか自死が特別、神の前に罪深いとかっていうのは全くこう、僕は支持できない考え方。え、とはいえ、自死するに、ね、自死によって残された家族とか親友とか、本当苦しむっていうのも同時に真実で、それやっぱりなんかその特別なんですよ。なんか、ガンで、例えばじゃあ僕の、まあこれはなんつうのかな。えー、っと、まあ仮によ、仮によ、 うんと僕の、そうだな、誰がいいのかな。あんまり例として挙げづらいですけど <laughs>。じゃあ僕に仮に妹がいたとしましょう。まあいませんけど。じゃあその妹が、えっと、ガで若くして死んだ。もちろん悲しむじゃないですか。一年ぐらいもう立ち直れない。えー、ぐらいと悲しむと思いますよ。それぐらい。ね。だけど、えっ、ー、と、自死した場合は、もっと、 落ち込むと思うの。で、それは、だからさっき言ったことと矛盾するようなんだけど、やっぱ自身の場合は特別で、なんかできなかったかなって、やっぱより思っちゃうのよ、やっぱり。そう。なんであの前日電話しなかったんだとか、なんであの前日、あるいは当日、コーヒーに誘わなかったんだとか、なんであのメールに返信しなかったんだとか、 なんで10年前にあんなこと言っちゃっても、まあ、全部なんかそのしょっちゃうんですよその近い人がこれがやっぱ自死のそのインパクトで、まあ、その辺のケアっていうのがそのナインの会のね自死遺族の会っていうやっぱりこうピアのサポートっていうのはすごい意味深いものだなと思うんですけどだからまあちょっと話戻すとあその我々ってその傷っていうのが2つあって 自分が大切にしたものを,を他者によって、な、うん、いがしろにされた時に傷つきます。 で、えっと、同時に私たちは自分が大切なものを大切にできなかった時にも傷つきます。でも本質的なのはどちらかというと後者なんだと。なぜなら我々は多少であってもいつも事象に変換しちゃうっていう認知の構造を持ってるからだから傷をめぐる話っていうのは事象にこそ本質があるっていうことをここで近内さん言ってるのね。次いきますね。 えー、今日の最後の引用に行きたいと思います。えー、79から 80, 80ページ。哲学者の池田明子は道徳と倫理を次のように区別しました。道徳と倫理の違いとは単純明快、強制と自由の違いである。してはいけないからしない。これは道徳であり。したくないからしない。これが倫理である。罰せられるからしない。これは道徳であり。 嫌だからしない。これが倫理である。これ池田明子さんの言葉を生きるという本の22ページの引用です。で、教科書は各自が自分で用意すべきであるというのが道徳、共同体の規範であり、それにもかかわらず、見知らぬ隣の人に教科書をシェアしようとする。つまり受講のルールを思いがけず破ってしまう、っ破ってしまいそうになるのが倫理。 今日、ここ、私の規範、閉じるです。なぜ彼は堂々と教科書を見せようとしないのかなぜ道徳心があるのかそれは表だって見せてしまったら、教科書は誰かに見せてもらえばいいということになって、自分で購入したり用意したりしないフリーライダーが増えてしまうという懸念があるからでしょう。つまり、真面目に受講するという規範が守られなくなる可能性があるからです。これね、何かというと、 あのー、この前のページで、鹿内ゆうたさんがある、これ何だったかな、小説だったか映画忘れたけど、なんかあるケーススタディをやるんですよ。で、それが、なんかの本の引用だったかな。で、それがね、うん、こういう話なんですよ。なんか大学で、皆さん教科書来週まで買っといてくださいね。で、えっと、女の子が、 その教科書を家に忘れてきちゃうだか買い忘れちゃうかするんですよで隣に男の子がいるんですよでその男の子が教科書持ってるんですよでその女の子がどうやら忘れたなってことには気づいてるんですよでその時にその大講義室で先生からそれ見えてるか見えてないかわかんないからその女の子に見せてあげれば問題は解決するしその女の子もそのありがとうと言うでしょうと ね、だけどそれって結局その道徳を破ってしまうことになるわけですよその男の子男子生徒からすると。それはつまりフリーライダーを許しちゃうっていうかその忘れたことの結果を彼女が追わずに済むようにしちゃうから。 ある種、先生の意図からは外れちゃうんですよ。でも、今は自分の気持ちは、この困ってる目の前に誰かがいるときに見せてあげたいという倫理も働く。この葛藤の間で、男の子は揺れるんですね。で、女の子の側の気持ちも、その本には描写されてて、女の子のきょ気持ちがすごく微妙なんですけど、いや、男の子が見せたいって、 気持ちも手に取るようにわかるし、見せちゃダメだっていう葛藤してる気持ちもわかるから、もう本当に消え去りたいっていう気持ちになるんですね、その女の子は。私のせいで、この隣の善良なね、優しい気持ちを持った男子生徒がこんなにも苦しんでいることが一番苦しいって言って、その女子生徒は、その忘れちゃったこともそうなんだけど、私の存在がこの隣の男の子にこんな葛藤を与えていることが辛いから消え去りたいみたいな文章があって、で、これ、 の後に解説で近内さんが今書いたこと今ね読み上げたことを書いててでその道徳と倫理の葛藤って話なんですよねこれねで池田明子さんは明確に罰せられるからしないのが道徳で嫌だからしないのが倫理だからこの男子生徒で言うとねこれ見せちゃうとまあ罰則があるかどうかわかんないけど先生の意図からは外れるつまり道徳というねその線をラインを超えちゃうわけよ だけど自分のその素直な感情としては倫理的に振る舞うということは見せることなんじゃないかとも思ってるっていうこういうバランスなんですね続き読みます倫理は道徳と衝突しますそして倫理は時として反道徳的となる可能性を帯びています倫理は池田の言う罰せられるからしないを乗り越えてしまう可能性がある このようにある事象を利他と呼ぶためにはそこに矛盾や葛藤、ためらい、逡巡、すなわち葛藤がなければならない利他とは自分の大切にしているものよりもその他者の大切にしているものの方を優先することというのはそのような時に反道徳的となる可能性を秘めているのですとだから利他って あるいは倫理と言い換えてもいい。この倫理、リタってのは、時に道徳を踏み越えるということを必然的に孕んでしまうんだってことなんですよ。ま、あめちゃくちゃわかりやすい話で言うと、あの、杉原中畝って人がいるじゃないですか。で、あの人って当時の外務省の命令に背いてユダヤ人たちにビザを渡したわけだよね。命のビザっていうね。で、あれって道徳は完全に破ってるわけじゃない。つまり、 ない、ない、要は、含む規定に違反してるわけですから。だけど、目の前に、ね、このビザ、日本のビザをあげ,げなかったら、えっ、ー、と、死んでしまうかもしれない、収容所送りになってしまうかもしれない老若男女がいるときに、彼は外務省の道徳に反して、ルールを踏み越えて、倫理的に振り、えー、振る舞った結果、彼は利他をなすことができたわけですよ。ことほどさように、実は我々が倫理的に振る舞おうとすると、つまり利他をなそうとすると、 我々は往々にして道徳を踏み越えてしまうという道徳と倫理の間の葛藤。ここに利他の本質があるんじゃないのってのがこの本のすごい骨となる枠組みなんですね。でね。まあも,もう一個は僕はすごくこの本に共鳴したのは僕は本当に多分その道徳と倫理で言うと倫理に行きたい人間なんだと思う。すごく。人間のこう。 ななんていうかな性質として。で多分アナキストなんですよ僕。その、うん。あのー、言葉の本当の意味でというか、デイビッド・グレーバーとかが言う意味での、あるいは、ピョードル・クロポト・キング。 まあ、ピョードル・クロポトキンってアナキストで、なおかつ、彼が、えー、彼が書いたのは、象世論ですからね。だから、なんていうのは、すごい偶然の一致というか必然の一致なんですけど。で、僕は本当にそれなんだと思う。そして、イエス・キリストも、道徳を破って倫理に生きた人だと思っていて、その方に僕は憧れているから、多分こういう傾向にあると思うんですね。で、 あのそれで言うともう一個あって僕すごいねこれを読んでめちゃくちゃ思い出したそのブルーハーツのさ歌があって「ムチとマント」っていうね歌あんのよブルーハーツでいいよね多分ハイローズじゃないよね多分ブルーハーツでねその歌の中にね「ルール破ってもマナー守るぜ」っていうねくだりがあるんですよでこれまさにそういう話なんですよ だから、その、結局、拘束とか、まあ、法律とか、なんつうのかな。だから、法律とか、拘束とか、まあ、規則とか、そういったものって、それが、うんーとー、順調にいってる時は、それは全然守ればいいしね。だけど、それがある時に、利他とか倫理とバッティングする場合があるわけじゃないですか。 その場合にルールを破れる人間かどうかってのが、僕はなんか本当に人間の本質を決める気がしており、で、そのルールを破ってもマナー守るぜって、つまり道徳を破っても他者を愛すぜって言ってるんだと思うんですよ。ブルーハーツって。だここに多分その人間の本質があり、そしてイエスが教えようとしたこともここにあると僕は思っててね。それはその安息日 が人間のために作られたのであって、人間のために、あ、安息日のために人間が作られたわけじゃないぜって、イエス様はおっしゃったのって、ルールのために人間がいるんじゃない。人間のためにルールがいる。この順番だろうっていう話じゃないですか。この話ってすごく深いし、とっても大切な視点なのかなと僕は思っているので、まあ、第3回に続いていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さようなら。